いやもうとにかくほら確率的に奇跡に近い状態でみんな生まれてくるわけじゃないですか。だからせっかくだからね、目いっぱい楽しみたいなと思ってますけど、もうそれっきゃないかなと思います。そうじゃないとなんか申し訳ない感じもするので、楽しんで生きていきたいと思います。うちの母親がちょっとまあ霊感が強いって言うとあれですけど、いろいろいつも面白いことを話してくれていて、であんたはバカなんだから楽しいことだけ考えてなさいっていう、それが残ってます、ずっと。っていうのはネガティブなことを考えてるとネガティブなことが起こりますよね、当たり前ですけど。だからポジティブなことばっかり考えて生きてろと言われたのがすごい残っていて、それを実践してる感じかもしれません。でそれで本当にバカみたいになる時もあるし、バカみたいとか大丈夫っていう時もあるし、うまくいく時もあるし、いろいろだと思います。はい。